選手が選ぶこのプレーを見よ。このコーナーでは南葛 SC の様々なプレーを選手自ら解説します。今回登場するのはこちらの方、南葛 SC41 番宮沢博史です。僕が選ぶベストゴールは関東リーグ後期の7節の東京国際大学戦です。の1点目です。はい、さあ宮沢左シュート決まった。先制南葛26分。来た宮沢。宮沢左足一閃。はい、ストップ。とこの純平くんがボール持った時に最初背後狙おうと思ったんですけど、一回外でためを作ろうかなと思って、ここで一回足元でもらおうとして、まさきくんがサイドバックに行ったのでオーバーラップをするのを待とうかなと思ったところです。でボールもらった時にはいストップ。でここでまさきくんがオーバーラップをしてきたんですけど、サイドバックがそっちに釣られたの分かったのでカットイン で、まあ今年1年間通して左足でゴールを決めてたので、多く決めれてたので、こう自信持って打てるっていう自信があったのっていうのもあるし、なんか僕の中で相手がいた目の前に立ってた方が打つ時にこう入りやすいというか、なんかディフェンダーがブラインドになって決めやすいなっていうのを去年1年間ずっと思ってたので、まあ相手目の前にもいたんですけど、まあそのコースはどっかしら空いてるなと思ったんで、とりあえずまあ意識としては強いシュートで、この時多分ゴール見てないですけど、グラウンドの線とかでだいたいゴールの位置をこう把握しといてみたいな感じで、まあだいたいここら辺にゴールあるから打てば入るだろうみたいなで打っていいコースに飛んだんで、すごい今年1年間が運というかもあったのかなと。さあ宮崎左シ決まった。説明するのって難しいですね。ぜひ登録よろしくお願いします。